皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活でーす。本日はサミットですね。サミット、あの、行ってまいりました。新横浜から、新横浜の方からですね、あるスーパーが、サミットぐらいしかない。サミットぐらいしかなくて。あと多分ちょっと隠れてるところに、3話 ?3 話かな あるかなでも結構古い感じなんだけど、3話の方に行けばよかったかな。うーん、ちょっと最近3話ね、あのー、頑張ってたんだけど、3話の成果が出てないから、遠のいてますね、足が。で、5月の検証、3話あんまりやってない感じです。サミットも全然行ってなかったんですけど、ちょっと、えー、 何ヶ月ぶりかぐらいにちょっと行ってまいりました。やっぱりなんかね、<laughs> 私は遠いところから攻めるタイプ。ちょっとあの、努力する方なんで、どちらかというと、ちょっと遠い方から攻めるタイプですね。うん、近場はいつでも行けるからいいや、みたいな。なんか、うん、なんか辛いことを先にやるっていう、そんなタイプでございます。 ちょっと楽な方からやればいいんでしょうけどまあいろいろ何何でもですねちょっと難しいことからチャレンジするとかそういうことを癖にしてる方が成功をつかみやすいかなと思っております。あとはうんとね最近さんかこう YouTube のうんなんかこう,う,かこうテレビ全然見ないからテレビの報道番組を見ようかと思ってなんか。 報道番組を検索して、こう、ヒュッと出てくるのが、よくなんかあの、投資で儲かった系のなんか、主婦の話なことあるわけね結局、投資信託をやろう。イデコをやろう、的な。もうね、もうほんとそんなのね、あのー、そう、簡単に5年間で3000万稼げてたら、稼げたら、まあでも、イデコとか、 あの新任者とかその辺なんか税金がかからないとかっていう感じなんでうーんもっとこれやろうねっていう洗脳だと私は思っておりますそんなわけいかないじゃん私は投資新宅一番最初に知っ,て知ったのは結構二十、えー、代の前半ぐらいの時に知っててでそれこそあの、えー、藤沢久美さんとかっていう方がいてその人がものすごい 若い若いんだけども,うものすごいカリスマ性があったっていうところからなんか見てたりとかしてで証券会社堅い堅実な堅実派なんで私は証券会社とかも堅いところでで投資信託でみたいな感じであれしたけど投資信託って自分で選べないで失敗目減りすることがあった時とかにムカつくじゃん,なんか自分で選んでない。 のがしくじると自分で選んだやつがさし,しくじったらそれはしょうがないなって思うんだけどあのー、うんあとやっぱ株の方が私はいいかなって結局で NISA とか新 NISA とかって NISA、まあの時は5年間税金がとかって言っててそんなすごいなんか。 そんなすごい税金のことあんま考えてないんで、まあ払,払うものはしゃあないだろうって。20%とかでも。なので、まあ年間1000万ぐらい得するぐらいに、まあ今右肩上がりの,あの株価なんで、もうあのー、そんなに頑張らなくても、あのー、けん 堅実ななんかこう自分のゆかりあるような株を買ったとしても右肩上がりなんであのまあ楽にとは言わないけどそれなりの勉強というかあのいろんな会社を知らなきゃいけないんでしょうけれどもあのまあそんなに損はしないかなぐらいな感じだと思います勢い的にねあのコロナでダーッと落ちたのがダッと今上がってるわけですからえー、おそらく 株価をこの,このままいい感じに維持したままっていう感じが続くと思うのでうーんただ私はもうあのこ,ここぐらいであんま株っって全部にさ突っ込んでると人生が楽しめないじゃんもうだいぶ弱ってきてこの弱ってる時に <laughs> 老後のために金を金を金をなんつって今が今結構 なんかこう、しんどいのにさ、それをなんかあの、あの、ケチってさ、生きてたら、全然つまんないと思うんで、あの、利益確保の方に私は回ってますけれども、えー、結構なんか、うさんくさいのが、うさんくさい特集が結構あるよ。うさんくさい子供のために、あのー、なんか、はい、お小遣いで2000円は、え、はい、はい、新人さんに、とか、もそんな2000円とかでさ、そんな、 年間で万万って3000万だっっててだだけけなわけねえだろうがよってあただですね、長期投資とか、あの、投資の世界でものすごいなんか投資信託とかでも、投資でも、ものすごい、あの、信用できるなとか、すごいなって思ってるのは、あの、沢上投資。あれはすごいなと思ってるんで、沢上ファンドの、あの、説明会とか、 沢上ファンドがこう選んだ銘柄とかの説明会とか行くとものすごいなんか勉強になったりとかしますはいあの子供さんがいる長期投資をもあの長期投資に向いてる感じなので子供さんが小さいとかだったらで自分の人生がまだねあの長,長く展望がこうある人だったら お前短いのかよって感じなんだけどちょっと沢上等身はおすすめかなといやでもあの自分でじ自分の今,今がいっぱいいっぱいっていう人の方が多分多いと思うんでそのなんか虎の子のさ金まであのなんかこう証券に証券が一番税金取りやすいんで取られるんであの証券のなんか絡み。 ものすすごいですよ20%かかるわけだから利益が出たら。である日突然ドーンって来ないように一千万年間1,000万儲けるぐらい利益が出るぐらいな感じで20%取られてまああと売買手数料とか引いて、まあ、700万ぐらいプラスだったらまあいいかなっていうスタンスで、えー、一応頑張っております。でなるべくくく年間で,であのそれくらいにいにととどめてあの早く もう半年。そろそろ6ヶ月でらい経つじゃん。6ヶ月で,で6ヶ月で成功じゃないですよ。6ヶ月で成功じゃなくて、6ヶ月で1年間の利益の目標を達成したら、もう。あとはあの何もやらんというような感じでいけるように、そのその期間が短ければ短いほどあのいいっていう方を今は楽しんでる感じですね。目標も1000万だと1000万でとかって。 持ってたらそのところまで儲かったらもういや何もやらない遊ぶっていう時間を大切にするっていう方にシフトしてそれをずっと追っかけてたらもうキリがないんであのもうそんな感じでございます。最初か冒頭何をやっっててるんだって サミットを紹介ってそういえばなんか本体価格本体って使うのね本体ってねあそこはなんか値引きが見にくくてねあの50円引きにすごい騙されるんで私は結構目を凝らして見てましたよでもなんかサミットの売り方っていうのかななんかあの肉の売り方とかもパックパックなしにで売ってる精肉とかが多かったりとかするんであなんか。 環境とかかに配慮してんのかなとか、まあ、世田谷区民なんでまあサミットが一番なんか庶民的なスーパーだなっていう感じで思ったりとかしてますしたで、えー、こちら開封があった方が多分盛り上がると思うんでせっかくなんでちょっと開封したいと思いますじゃ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 んじゃんだろうこれはいなにこれ なんだこれ。奏でる探り。あざくり。これなに、ざ。なにこれ。コーヒー。カマンベールレモン。ああ、お菓子だ。お菓子だ。うわ。しく。ああ、でも東京と青山って書いてある。 青山って書いてあって、なんでこっちは小樽って書いてあるのか意味が分かんない、これ。え、これは。小樽洋菓子。小樽洋菓子、チョコレート菓子。フロマージュミルクとか。うわ、また菓子だ。菓子だ。これは。これは島ね。これ何全国区なのかなでる探り。 抹茶ガレットガレットって何なんか聞いたことあるな。いやーでも、ね、いいやいらない食べ食べない,いや。お手紙が入ってるけどお手紙、うん、お手紙なんだろうん、ね、かな,なんかなんかなんか,なんかあの人,人気なのをあの集めてるんですかね。

暮らし良品。これは多分、あの、多分、多分。え、暮らし良好、良好だな。暮らし良好はね、オールジャパンスーパーマーケットだから、多分、アルプスと一緒。アルプス違ったっけアルプスそうだよね。確か。これ、これ。オールグリコフェアって書いてある。あ、これやればよかった。あ、でもいらねえな、これ。 あでもこっちを狙うか最近こうやってね A と B があったらあのー、こっちを狙うようにしてます当たらなくてもいいさあのー、大きいものをこうなんかこのもう菓子倍返しとかはもういらないからもう食べれないから食べないし子供もねあただなんかちょっとグリコだったらえー、何買うそうね グリコってなんかカレー粉みたいなやつとかもなかったっけオールグリコフェアなんだからいいんでしょ多分。ウェブで応募できて郵便はがきで応募。店頭の告知物なんかなかったよ。結構あのサミットなかったですよ。 え、でも、6月1日から6月30日まで。あー、でもまあ、よかった。6月1日からですね。フライングするとこでした。こう、月末はね、フライングに注意してくださいね。皆さんね。飛びついて、買って、うわ、6月からだと、うーってならないように。あ、で、これおすすめです。これ、オールジャパン、オールジャパンスーパーマーケット。カスタたぶんちょっと、覚えてらんないや、ね、オールジャパンスーパーマーケットって、サミット筆頭に、どこだ、 オールジャパンスーパーマーケット。ちょっと待って。待って。せっかくなんで。頭の悪さがさ、もうなんか、だんだんなんか脳が衰えてくるよ。うん。オールジャパンスーパーマーケット協会。はい。じゃーん。 知恵、教会。あ、これ、普通に、オールジャパンスーパーマーケットのホームページを開くと出てくる感じ。どこが、どこが、教育とか入会案内とかいいからさ、ちょ、どこ、どこがカってなんか教えてくれよ。ウィッキー様で見るしかねえな、これは。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、いやちいい、ちょっと、ライブリンクとかいいからさ、ちょっと、オールジャパン、オール、 ちょっとちょっとどこがどこがそうなのでもえー、現在同じような組織に CGC グループ CGC ジャパン日流グループ発社会があるがそれらの組織とは異なり一般企業ではなく任意団体である。 はいわかりましただからあのさこれのさどこ,どこの会社があの加盟店あ加盟店で計算あれすればいいねはい、えーはい、加盟店加盟店の加盟店教えてくれよ早く企業一覧うわー読めねえこれやばっす <laughs> えー、第1あここれはやばいねこれちょっと全部読めないね あーいやーいやーいやこれ全部読めない読めよってうんそうなんだよどありえ法律事務所のさいやどこにさ所在地があるかとかさそんなのとかなんかさゆえあるああ読めね王子が今何も何もあのー、魔法の眼鏡とか何もなくあ山中愛知アルビス 富山サミット東京マルサンストアこの辺だうちうちが関係あるのカマシン知らんスーパーアルプスほらあったあったあった東京八王子って書いてくれよヨシヤヨシヤって何トリセン知らん全日本食品知らんああそうやっぱりあこの辺だとサミットかアルプスなんだへえもっとなんかああそうか OGC グループ。ちょっと待って。OGC グループ。もう、もうよく分かんないよ。もう、何がんだか。あれがあれか。三徳と、あの辺か。なんか、ちっちゃいスーパーみんなここにすればいいのにな。あと、三徳と、あと、何だっけあそこ。コモディーだが。何だったっけっていうのがね、増えてくんだよ。だんから自分も、ちょっと若い時にジジ、じじ、じじ、じじにね、ついて回ってたのね。いろいろ。 修行じゃないけどさ、なんかさ、じじい、じじいに教わって、いろいろ、教わったっていうかな、じじいについてもらって、あ、そうなんだ、じじいって、あ、あ,なんかあれだな、と思って、なんか、なんか、こう、ね、なるべくで、ね、年上の人と付き合ったりとかすると、得るものが多くて、あ、そうなんだ、みたいな。ただ一年ぐらい、あの、一回り修行すると、 なるほどってコツがつかめてきてじじいよりも全然パワーアップしたら卒業するんだけどさうーんなんかねそうなんだっていうな何を言おうとしたんだっけどあそのじじいが言葉が全然出て,出てきてなかったあ,あれやあれ何やったっけあれあれああ,あ,あ,あっあっあっあて言ってあれあれあれでそれであれで通じるようになっていくんだよあのうん なんかつるんでたりとかすると「あれでもかなんかこれですね」とかって言うと「それやそれ!」みたいなうんあれとそれでなんか会話がね通じるようになってきたりとかするサミットは、えー、これ多分もうね、えー、週末にあ和牛和牛黒毛和牛半額どうですかあっ何これすごっ ルンルン仲良く。これ全然見てなかった。ルンルン仲良く。夏休みツアー何どこ自由研究 ?5 月25日から6月9日まで。小学生のお子様もうね。あれですね。小学生じゃないからもうダメですね。これね。どこ行くのルンルン仲良く言って。あこれ売ってた。これ売ってた。あったあったあった。おたふく。おたふく。 おふくもちおふくもちおたふくじゃないよなこれはおふくもちも言葉も出てこないちょっとねマジ寝不足なんでね申し訳ないっすねえー、これは全然知らなかった広告全然見てなくて帰ってきてから広告見てるんで全く意味ないのこれ5月25日から27日までの広告を,を今見たところで あえー、そうなんだみたいな感じなんですけど長崎一口餃子あ、長崎一口餃子ってあれリンガーハットの餃子みたいな感じのやつここれこれ食べたら多分太るよすっげー,パーハイパーにカロ,カロリーありそうな感じあこれ売ってたこれなんかねあのえこれ三重県なのえー これあの赤服のあれでしょえこれあ違うのあの寒川のところにあるさおふく餅と違うのまたおたふくとおたふくじゃないや赤服と違うの赤服とまあ服ってつけりゃいいと思ってるのかこれまがいもんですね味がね全然違うなんか餅の滑らかさとあんこが全然違うような気がするあの赤服と。 赤服買おうと思ったら、名古屋駅で売ってるんで、あのー、あんまなんか、本気で欲しかったら名古屋で買えばいいやっていう感覚ですね。うん。こっち、神奈川県民だったらちょっと難しいので、これに騙されんだよ。こういうやつ。あの、川崎で、川崎じゃない寒い川で売っている、なんかこう、ちょっとなんか違うんだよ。味が全然違う。 なんかすっごい似てるんだけど、パッケージもすっごい似てるんだけど、味もちょっと違うっていうね、なんかやつ。これよ、これ。うん。物価どうですか安いですか私は、あんまこう、まあ、ちょっとこの、ドリンクは安いかなとは思いますけど、他はあんまりなんか普段買わないから。あ、あ、これね。石窯工房ね、むちゃくちゃ値段が下がったんだよ。不思議と。 なんか変だなと思ったら、すっげえなんかあの解約されててまずくなって、まずく、まずくして値段を下げたっていうさ、ちょっと間違ってるよね。ちょっと間違ってる。伊藤ハムも、なんか安い価格のピザと、普通の、なんか、ちょっと、いつも通りのピザと売ってて、これをなんか、うん、なんだろうな、とりあえず、 美味しいのにしようよ値段300円でもいいからさ100円安くしてこんなまずくし,しないでくれよって思ったりしましたはいでもこれあると結構便利でうちのちびすけはこれを買っとくと朝ごはんにあいつはパン派なんでこれをあのパンだとやっぱねかくなっちゃったりとかするけどこれだったら冷蔵庫で賞味期限まで保管できるので 浅くっていけるっていうね、感じで、なかなか重宝してますね。うん。まあ、あの、広告にも検証載ってるんで、まあ、あ見といた方がいいですよって、あと、告知物、無料の告知物、さっきの、あのー、やつみたいなやつとかね。で、はっきり言って、サミットも、あんま魅力がない、検証に魅力がなかったです。はい。 で、サミットもカードを切り替え。ソーテスローゼンもカード切り替え。サミットも切り替え。アルプスも切り替え。なんか、カードの切り替えラッシュですよ、最近。やばいよ、なん、何が違うのみたいな感じですけど。なんか、サミットも切り替えって言って、なんか切り替えました。はい。で、こちら。キリンビル。あーオールジャパンスーパーマーケットとか、これアルプスでも対象なんですね。 キリンビールで、これよく見たら、商品がお米券1000円分。あ、いらんわーって。いらんわーって。お米券の引き換えは、お米券2枚1000円につき880円分です。え、実質880円じゃんね。お米券ってだって440円でしょ ?2 枚なのにお米券1000円分なんだって。意味わかんな、ね、い、これ。とこちょっと、 あ、やめとこうみたいな。このなんか飲みもしないさ、ビール買ってさ、わざわざ応募して。えしかもこれ何キリンビールを700円以上買って、一口でしょで、当たったら880円でも、でもこういうの当たるのかもしれないけどね。5月末までですね。あ、でも、63円払わなくても、ウェブで応募できる。最近ウェブで応募できる系が多いんで。であとこのサラダクラブ。もうこれ商品がね。 商品があどうでもいい系ですね。どうでもいい系ですね。はい。で、あとこれももう、飽きた。私、たらこキューピー食べないんで、たらこの、あ、でもたらこじゃなくてもいけるみたいな、これ。キューピーあえるパスタソース。パスタソースいらない。パスタ最近あんま食べない。なんかもう、パスタよりもそうめんみたいなさ、なんだろう、保守的になってきてるこうん。はい。こちらは ガムを買って応募。ガム、ガム、ガムミニオンミッションキャンペーン。これ何があったるのえ映画ムビチケいらねえ。え、なんか見た時に、あんなもういらねえって。で、バナナ買おうと思ったら、バナナやめてくれって言われて、私ちなみにバナナ嫌いなんで、バナナ、あいつが食べないんだったらいいやって感じで、ちょっとバナナ買うのやめました。であとは、サミットファミリーミュージカル。 えー、プリンセスセスー,ラーもうーいいわいらんわ中野ゼロフォールあこないだ私はマルコのあのー、マルコっていうミュージカルがあったんですけどあれ確かサミットワークで私は当選した気がしますもう行くだけで結構大変なんでちょっとね、えー、ちょっといい,い,いですわこういうファミリーミュージカル系は。 いいですわあのうち近くに劇団四季があるので劇団四季が近いわけじゃんわざわざこれ行かなくてもいいじゃんみたいなうーんていうかもうなんかそういうのは飽きてんだよね、うん、はいこちらサッカー教室これもう絶対応募すんなよって言われた <laughs> えー、だってこれ あの、キリンじゃんキリン、だから、応募しやすいじゃん。キリンビバレッジの商品なんで。応募しやすいから、あの、えって、なんか、あまりにも他にいい検証がないから、これを応募しようかなと思ったら、絶対やめろよって言われて。これ。これとか、あと、あの、バスケの人のな講演会みたいなやつとか、あと、こういう、なんかあの、こういう、 これで行かないからって最初に言われてなんかちょっと最近感じ悪いんだよあいつ口きかないんだよもうそういうなんかあの常に口あこれ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 未来のアスリート目指せ未来のアスリートこれこれねオリンピックミュージアムで体験プログラムこれ 体験プログラムって何の競技か。多分,多分バスケ。バスケじゃないバスケじゃないみたいな、うん。あ、もういい。やめてくれって言ってた。これじゃあさ、あの、ね、水泳だったらどうするって言ったら、それはいいって言ってた。そういうことですか、みたいな。うん、はい。私、結構よくわかってなくて、 あの水泳のところでチケットを取ったりとかした時に「おうタイントレンジャー」みたいな感じでチケット取ったのがあのシンクロだったりとかシンクロ名前が変わってシンクロナイズドスイミングとかじゃなくてアーティスティックススイミングみたいななんかちょっと変わったんだよね。ではちょっと「あれチケットトレンジャー」みたいな感じで取ったら行ったら。 あのシンクロだったっていう同じプールでさ同じプールなんだからいいじゃんかっつって言ったんだけどさ全然違うらしくてさ終始ムーッとしてた顔つきがいかつい感じで「うんあ興味ないんですねあなたは」みたいな全くね興味ないみたい「いやい,いじゃんだって同じさプールで泳いでる系じゃん」つって全然違うらしいよ、うん、水球とかもあるわけじゃん 全然違うらしいんでまあそう,そうってまあでもうど,うどうだろうでも音楽じゃんって言われておこれも音楽じゃんそれも音楽じゃんとか言われて別にクラシックやってた人がバンドやるとかでもありかもしれないけどあでも親父バンドみたいなやつだったら嫌かなあ,あ,あそうかななんかちょっと分かんないよ自分に置き換えて考えてもよく分かんない。 でサミットカレンダー一応もらってきたんだけどちょっとあんまもう使ってないかなサミット自体全然行ってないんでこんな感じでですねサミットあんまり魅力的な検証がございませんでしたんもう、えー、5月の後半まあがっつりね31日の土曜日までちょっと待って31日が金曜日かがっつりなんかあの月末までがっつりまだ あれじゃんもう消化試合だよ6月1日からスタートの検証間違えないようにフライングしないようにで5月末までのやつは、えー、応募しとくべきものを応募してっていう、えー、感じですね私はもうひたすらバーコードを、あのー、処理したりとかまあ地味な活動をしてますよ地味ーな活動を。 なんかな,なんだかなっていう、あの、バーコード選別活動っていうのかなって、今、一番なんかこう、出てくるのが、結構出てくるのがね、これ。これ、チョコモナカジャンボのバーコードと、あと、これ。チョコモナカ買わなくてもいいね、私。あの、結構、あの、探してたら、出てきて、 バーコーコド復活活動で結構出てきてお食べなくても大丈夫じゃんみたいなあの頑張ってさあの食べてただこのおいおじゃこれ全部さ、ま、あの全部またさ貼ってさ応募するのめんどくさいなってあんまなんか今回の商品が商品が商品がちょっとこれ発音がどうなのかちょっと自信がないんですけど 商品があんんんまりなななかか魅力的なもんじゃないかな取っといた方がいいかなって思ったりとかしてんだよねこれどうですかちょっとスルーするっていうのもありかないや結構あるんだよ、ね、探したら、うん、対象と対象じゃないとかうんこんなのでさ全部さあれだけをさ応募したらさ 経費の方ががかかるよような気がするんだよね、63円って多分もう多いお茶は今落ちたやつがどこ行ったかわかんないものやってひら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 って言ってで当たったら当たった分全部が当選として物が届かないと思ってるんで最近なんか伊藤園とかも多分お一家族一つ。 1>, 1個当たったらもう次のはあのロックかけられるみたいな感覚があるんで当たりは当たりで全部送ってくれるんだったらやってもいいかなってちょっと思ったりとかするんですけど無駄打ちだったらね意味ないじゃんみたいな 2kg の米を当てるのにさはっきり言ってそんなに切ってない使ってさ必死こいて,当,たって当ててもしょうがないかなって思ったりとかしておりましてえー その辺費用対効果っていうんですかそれをちょっと意識してっていう感じですねうんあとはやっぱりちょっとなんだろう、まあ、今のところカルビーまだ応募してないのでまだかあれはねやっぱりね根気が必要になるんでねあのバーコード貼る活動バーコードじゃなくてポイントのマークか貼る活動ちょっとしばらくずっと席してたじゃん私 だから咳とかあれがある時は結構あのカルビーの応募マークを貼るのはちょっとちょっと控えとこうかなみたいなあれ結構鼻息ら飛ぶからさ結構なんかしながら息止めてやるぐらいの勢いでやらないと難しかったりとかすんだよなちょっとどうしようどうしよう月末。 まあでも頑張ってあのうん新たなものとまああんまりサミットはなかったねサミットまあこれめちゃくちゃ好きな人からしたらこのミュージカル系ミュ,ミ,ュミュージカルミュージカルミュージカル系、うん、いいんじゃないのってもう好きな人好きだからねなんかうん好きな人好きだからねいやでもさ 好、まあ、好ききなな人は好きなんで,で、まあ、無料でねご招待のやつなんでこれはなんかただで応募できるのかな,なんか何を変えとかって書いてないねうん何も何も書いてないですねただ8月とかこういう時に行くのも一人で行くのもやだしいっていう感じでえでも15回。 サミットミュージカルあこれなんかあの特にな何を変えっていうお題がないみたいな感じなのであの応募する方は是非応募してみてくださいいつ,いつ締め切り応募締め切りまだ6月9日あ8月9日ちょっと全然わかんないちょっと待ってここ応募し当選発表応募締め切りいつですか,、まあ、なんかここここ,ここ見りゃいいんやねここ見りゃね うん、ちゃんと解説しなさいよって、まあ、そうなんですけどちょっと月末なんで忙しくていろんなこと考えてたりとかするとね、うん、ちょっと頭がとっっちらかって申し訳ございいませんはい、あと東京都知事選挙がなんか蓮舫が出るとかって言って私意外と蓮舫好きだったりとかするんで立憲の蓮舫のね なんだろうでも演説とかするときにあの人応援演説で来たとしてもあのー、なんだろう結構短いんだよね演説する時間がですぐなんか他のところに行っちゃうみたいな感じなんで一回あの見に行ったことある目黒駅かなんかにめ見に行ってあのー、応援演説を見に行ったことあるんですけどうんがっつり今度やるのかなだってあのー 今のの議員の職を辞して東京都知事に選挙に出るわけでしょどううなんだろうで東京都知事選挙って今まで現職が負けたことがないから小池百合子だどうなるんだろうみたいな。で七海さんはもう一回出てくんのかな「七つの海は」って,って小さな池より七つの海へって <laughs> 七海さん出てくんのかなとかちょっと。 あでも出てこななないん,だなーなんかなんか今回ポスターとかがどうなるんだろうとかちょっとなんか考えるとなんか N 国がなんか30人出るとかいやでも30人も30人出るのかなポスターを貸しますとかなんか、うん、あ売りますみたいなやつとか、うん、ただポスターとかでもさあ東京都知事選挙のポスターとかでもあの。 相原の方も一応あの東京都になるんであとあの八王子市の,あのスーパーアルプスの絡みのあの寂しいところ八王子市のあの辺とか魂とかあの辺も一応東京都になるんであと稲城市とかも一応東京都になったりとかするんでこの辺だったらど,どこだえっとねちょっと待って柿尾柿雄の隣由利ヶ丘。 じゃないないちょっと待って百合ヶ丘新百合ヶ丘玉川学園は間違いなくあそこは東京都になるんで町田とか玉川学園とかその次柿よ柿を新百合ヶ丘百合ヶ丘,百合ヶ丘あたりも東京になるのかな川崎になるのかなうん微妙な感じなんですけどあの辺でもう見れちゃったりとかするんであとなんかあの ここうカオスなところがあれですねあのこう相模原ゾーンを越えた辺たりの相原相原あの,あの町田市になるので一応あれなんだけどえこんなところに都知事選のポスター A みたいななんかもうね全然人気がなさそうなところとかになってくるんであの辺ありあとなんかあの多摩境の先辺りの。 なんかあそこ相模原と相模模原原とっていうのは神奈川県なんですねでこっち行けば神奈川県こっちだと東京都みたいなあ,のあんなところほぼ相模原市民が見そうなところにポスター貼って大丈夫なとかって思ったりとかするようなところにもいろんなポスターがまた貼られるんだなってちょっと、えー、ち,ょちょっとなんかあのどうなるんだろうってただうち神奈川県民なんで選挙 のチケットがないわけですよ選挙の投票権がないわけですよなのであの見て楽しむっていう感じですね、うん、なんで八王子のやつがとか町田のやつが投票できて私ができないんだよってなんかうーまたそれは神奈川県民だからだよっていう感じなんですけどね神奈川県はなかなか選挙が少ないんでつまんないんでございますがえーまあ4年早いですね本当に マジにいや今回ちょっと、えー、小池百合子 vs 蓮舫期待しております。っていうか、あなたは検証でしょ？って言い方から。で検証やってるね。皆様にもですよ。選挙に少しは興味を持っていただきたいと思っております。なんで選挙が好きなのかっていうのもうもう、それはもう目立ちたいから目立ちたいからです。朝礼台に登りたいっていう。なんか昔のその。 憧れマイクまってしゃべるのがすごいなんか前の方に行きたかったっていうそれただそれだけでございます。はい、ということで本日もなんかねちょっと内容がちょっと「月末はしゃあない」ってなん、ね、でもあの当たらない時とか少ない時にどう動くかどう何をやるべきなのかっていうのも結構大事だと思いますんで、えー、是非。 えー、頑張りましょう。ということでご視聴ありがとうございました